ロイド君だっけ。はい。仕方ないから試験までの間ちゃんと面倒見てあげる。はあ、あの、これからよろしくお願いします、マリーさん。あのロリババアの関係者の割には素直でいいやつじゃない。僕、村で一番弱いんです。薪集めや魚取りもろくにできず、兄ちゃんとの手合わせの後なんか丸一日寝込むほど非力な男で、でも小さい頃からずっと憧れている人がいるんです。ここに来る道中モンスターとかに会わなかったかしら。だだだだだだだ、その水晶玉はやっぱり畜生め。変なこと頼みやがって、あのロリババー、ロリババー。久しぶりじゃのマリー。お主の師匠のアルカじゃ。ロイドは可愛くていい子でピュアでマジ天使じゃ。いろいろ間違いが起きんように、改めてよろしくのマリーちゃん。じゃあこの国滅ぼすかの。問題など起きていませんわ。ええ、私たちは運命で結ばれていますから。ライド様、ライド様、ライド様、ライド様。さてと、なんだよこの化け物は。どういうことだメルトファンの旦那。ひゃい、やられる。サンダー。はぁ、この国の平和のためだ。今年は絶対に勝つ。何言うてんねん、ちゃうやろ。家庭の知恵ってやつ。多分そんな感じです。例えば古代ルーン文字で一筆したためてから拭くと、頑固な汚れもさっと落ちるんですよ。